レッスン1「効果的なチームコミュニケーション」アンナさんこんにちはチームコミュニケーションについて考えていましたとても重要なことだよねこんにちはジョン絶対にチームメンバーとの定期的な確認も役立ちますよね間違いなく。 全員が同じ認識を持つためには、一貫したコミュニケーションが重要です。これ以上は同意できませんでした。誤解を防ぎ、コラボレーションを促進するのに役立ちます。まさに、チームメンバーが十分な情報を得ていれば、タスクをより効率的に完了できます。 それは本当です。明確なコミュニケーションにより全員が自分の役割と責任を理解できますまた発生する可能性のある問題をタイムリーに解決することもできます正確にコミュニケーションチャネルが開いていれば問題に迅速に対処できますでは どうすれば効果的なチームコミュニケーションを確保できるのでしょうか一つの方法は定期的なチームミーティングやチェックインを行うことですそれは理にかなっています誰もが最新情報や懸念事項を共有する機会となります絶対にオープンな議論が可能で 全員の声が確実に届きますリモートチームや異なるタイムゾーンで働くチームについてはどうでしょうかこのような場合、仮想会議とコミュニケーションツールが不可欠になりますそうですね、テクノロジーを活用して距離を埋め、コミュニケーションを促進します まさにビデオ会議やインスタントメッセージなどのツールはコラボレーションを促進するのに役立ちますユーザーフレンドリーですべてのチームメンバーがアクセスできるツールを選択することが不可欠ですそれは良い点です全員がコミュニケーションツールを効果的に使用できるようにするまた メールやプロジェクト管理ソフトウェアなどの書面によるコミュニケーションについてはどうでしょうか書面によるコミュニケーションも不可欠です議論や合意の記録も書かれていますそれは本当です誤解を避けるのに役立ち、将来使用する際の参考にもなります ただし混乱を避けるためメッセージは明確かつ簡潔にすることが重要です同意した過剰書きや番号付きリストを使用すると情報を効果的に伝えるのに役立ちますさらに積極的な傾聴は効果的なチームコミュニケーションにおいて重要な役割を果たしますアクティブリスニング それについて詳しく説明してもらえますかアクティブリスニングとは話者に十分な注意を払い理解を求めることですなるほどつまりその場にいて会話に参加することが必要ですまさに。 それは経緯を示しお互いの視点をより深く理解するよう促しますこれは特にチームディスカッションや問題解決において身につけるべき貴重なスキルです確かにアクティブリスニングはコラボレーションを強化し前向きな仕事上の関係を育みますこれらすべての洞察に感謝します 効果的なチームコミュニケーションは本当に重要です。どういたしまして、これはチームの生産性と成功に大きな影響を与えるトピックです。絶対に、これらの戦略をチームのコミュニケーションに必ず実装します。それは素晴らしいです。 役に立つガイダンスを提供できてよかったですご支援ありがとうございますあなたの知識とアドバイスは本当に貴重ですどういたしまして効果的なコミュニケーションはチームワークの強化につながることを忘れないでくださいそれを心に留めておくよ すべてのチームで明確でオープンなコミュニケーションを図るよう努めましょう。同意した。力を合わせれば、前向きで協調的な職場環境を作り出すことができます。改めて、ありがとうございます。あなたの時間と専門知識に感謝します。レッスン2キャビンゲッタウェイの計画 アンナさん、こんにちは。キャビンでの休暇を計画しようと思っていました。何かアドバイスはこんにちは、ジョン。ワクワクしますね。場所やアメニティについて考えたことはありますかはい。静かな自然環境にあるキャビンを探しています。自然はとても若返らせてくれます。 絶対に。便宜上キャビンに設備の整ったキッチンがあるかどうかを確認してください良い点です食事を作ることはお金を節約して体験を楽しむのに最適な方法です間違いなく新しいレシピを一緒に試すのも楽しいかもしれません私も同感です。 日中は自然を探索し、夜はおいしい食事を作ります。完璧な組み合わせのようですね。必要不可欠な調理器具を忘れずに用意しておきましょう。そうですね、食事を準備するには、鍋、フライパン、基本的なキッチンツールが必要です。 さらにキャビンにリネンやタオルが用意されているかどうかまたはご自身で持参する必要があるかどうかを確認してくださいそれを知っておくことは重要です準備をしてそれに応じて梱包したほうがいいです考慮すべきもう一つの側面はこの地域での野外活動の利用可能性です絶対にハイキング釣り あるいは湖のそばでリラックスするのも素晴らしいでしょう周辺のアトラクションを調べて両方が楽しめるアクティビティを計画してくださいそれは素晴らしいアイデアですそうすれば誰もが楽しみにできることが必ずあるでしょうまた野外活動に適した衣類や履物を忘れずに用意してください 確かに、快適な靴と天候に適した服装が不可欠です。また、キャビンにペットポリシーなどの特定の規則や制限があるかどうかを確認してください。良い点です。滞在中に驚きや制限があってほしくない。 最後にご希望の日付を確保するために事前にキャビンを予約してくださいはい特に旅行のピークシーズンには空き状況が限られる場合がありますまさに事前に計画を立てることで安心感が得られスムーズな休暇が保証されますこれらすべてのヒントに感謝します。 これにより、キャビンでの休暇の計画がずっと簡単になります。どういたしまして。手伝えてよかった。素晴らしい冒険のようですね。そうです。自然に浸って、一緒に充実した時間を楽しむのが待ちきれません。きっと忘れられない経験になると思います。 たくさん写真を撮って、心に残る思い出を作りましょう。私がします。改めて、ご指導ありがとうございます。すぐにキャビンのリサーチを始めます。レッスンさん、マイルストーンを祝うこんにちは。アンナ、どう思いますか私はちょうど重要なマイルストーンを達成しました。 それは素晴らしいおめでとう何を成し遂げましたか初めてのマラソンを完走しましたやりがいはありましたがやりがいのある経験でしたうわそれは印象的ですマラソンを走るには決意と忍耐力が必要ですありがとう。 長い道のりでしたが、フィニッシュラインを超えたことを誇りに思います。あなたはそうあるべきです。このようなマイルストーンは祝うに値する。どうやって祝ったの友人や家族と一緒に素敵な夕食を食べました。私たちは一緒に素晴らしい時間を過ごしました。 それは素晴らしいですね。愛する人と一緒に祝うことはその功績をさらに特別なものにします。絶対に喜びを分かち合い彼らのサポートを受けることは私にとって大きな意味がありました。私たちの成果を認識し認めることは重要です。それは私たちの自信を高めます。 私も同感です。マイルストーンを祝うことは、新しい目標を設定し達成し続けるモチベーションになります。各マイルストーンは、個人の成長と発展における重要な前進を表しています。間違いなく、立ち止まって私たちが成し遂げた進歩に感謝することが重要です。 祝賀会では目標を達成するために費やした努力と努力を振り返ることもできます本当、長い目で見れば献身と忍耐が報われることを思い出させてくれます絶対にお祝いはポジティブな雰囲気を作り出し他の人たちが夢を追い求めるきっかけになります。 それは素晴らしい点です。私たちの業績は周囲の人々をこぶし励ますことができます大きなマイルストーンだけでなく途中で小さなマイルストーンを祝うことも重要です「そうだね」一歩前進するたびにどんなに小さなことでも表彰と祝福を受けるべきです。 旅を続けるモチベーションと活力を保ってくれます。まさに、お祝いは私たちの進歩と私たちがどこまで進んだかを思い出させるものです。また、新しい目標を設定したり、将来を楽しみにしたりする機会にもなります。マイルストーンを祝うことは、私たちの成長を認め、 新しい挑戦を受け入れる方法です絶対にその道のりとその過程で学んだ教訓に感謝するチャンスですこれ以上は同意できませんでした節目を祝い大切にすべきだ それらは私たちの業績の目印であり、私たちの可能性を思い出させてくれます。私の興奮を分かち合い、お祝いの大切さを思い出させてくれてありがとう。レッスン4ビュッフェ式ランチプランアンナさん、こんにちは。参加者のランチアレンジについて話し合いたいです。 こんにちはもちろんメニューについいてどう思いますかビュッフェランチを食べようと思っていました誰にでもさまざまな選択肢を用意していますそれは素晴らしいアイデアのようですねビュッフェは常に人気がありさまざまな好みにいられますまさにさらに 好きなものを選んで新しい料理を試すこともできます。私も同感です。さまざまな食事制限にも対応できる素晴らしい方法です。間違いなく、私たちはみんなに制限なく食事を楽しんでもらいたいのです。 ブッフェで何か特別な料理を考えたことはありますか多国籍料理をミックスするのは面白いと思います。イベントにグローバルな雰囲気が加わります。それは素晴らしい提案です。参加者に多様なフレーバーを体験する機会を与えるでしょう。 ベジタリアンやヴィーガンのオプションもいくつか含めることを考えていましたそれは資料深いこれにより誰もが自分の好みに合わせて十分な選択肢を持つことができます絶対に私たちはすべての人にランチセレクションに参加してもらい満足してもらいたいと思っています。 デザートのオプションも含めるべきですかもちろん、デザートは必見です。食事を楽しく締めくくります。ケーキ、ペストリー、フルーツの盛り合わせなど、さまざまなデザートを食べることをおすすめします。素晴らしいアイデアです。さまざまな好みや食事のニーズに依頼ます。 アレルギーや食物過敏症に対する特別な対応は必要ですかはい特定の食事制限がある場合は必ず参加者に知らせてもらう必要がありますそうすれば誰もが適切なオプションを利用できるようになります「同意した」。 みんなに安心してランチを楽しんでもらいたい。ビュッフェにはフードステーションを設置すべきか、それともサーバーを設置すべきかサーバーがあればもっと整理されると思います。過密状態を防ぎ、スムーズなサービスを保証します。それは理にかなっています。 また参加者は食事や人脈づくりに集中できますまさに私たちはランチ体験を楽しくて手間のかからないものにしたいと思っていますビュッフェの全体的な雰囲気とセットアップについて考えたことはありますかはい適切な座席と装飾で居心地のよい快適な雰囲気を作るべきだと思います。 それは重要です。それは楽しい食事体験の雰囲気を醸し出してくれます計画がまとまったら必ずお知らせしますパーフェクトすべてが確認されたら参加者に詳細を伝えることができます絶対に。 ランチについてみんなに知らせてワクワクさせておくことが不可欠です参加者全員のビュッフェ式ランチが成功し楽しいものになることを楽しみにしています私も関係者全員にとって忘れられない経験になるようにしましょうレッスン後オーガニックチキンと卵 こんにちはアンナ。オーガニックチキンとエッグについて聞いたことがありますかとても人気があります。こんにちはジョン。はい、私は彼らについて聞いたことがあります。普通の鶏肉や卵より健康的ですか絶対に。オーガニックの鶏肉と卵は、抗生物質やホルモンを使わずに作られているので、より健康的です。 それは面白いもっと高いのはい通常の鶏肉や卵よりも少し高価になる傾向がありますが健康上の利点からすると追加費用に見合う価値があると多くの人が考えていますなるほど食料品店で見つけやすいのはい最近では。 ほとんどの食料品店がオーガニックオプションを扱っています。店内のオーガニックコーナーでは、オーガニックの鶏肉や卵を簡単に見つけることができます。それは便利です。オーガニックの鶏肉や卵を買うときに注意すべきラベルはありますかはい。認定オーガニックや USDA オーガニックなどのラベルを探して、 製品がオーガニック基準を満たしていることを確認する必要があります知っておくと良いことですオーガニックと普通の鶏肉と卵の違いを味わえますか味に違いがあると主張する人もいますがそれは実際には個人の好み次第です主な利点は 有害な化学物質を使わずに作られた食品を消費していることを知っているので安心できることですわかりましたオーガニックの鶏肉と卵を選ぶメリットは他にありますかはい、有機農業はより健康的であるだけでなく環境にも良いです持続可能な農業と動物福祉を促進しています それは嬉しいですね。これからはオーガニックの鶏肉と卵の購入を絶対に検討しますそれはいい考えだ私たちが食べる食べ物について情報に基づいた選択をすることは常に良いことです絶対にオーガニックの鶏肉と卵について教えていただきありがとうございますどういたしまして 光栄でした。他に質問があれば、遠慮なく聞いてください。レッスン6アーティスティックアドベンチャーアンナさん、こんにちは。今日は画材を買いに行くのが楽しみです。準備はいいかいこんにちは。ジョン、絶対に。 あなたと一緒にアートストアを探索するのが待ちきれません素晴らしい出かける前に必要なもののリストを作っておこういいアイディアだブラシペイントキャンバスから始めるべきです間違いなくスケッチブックと鉛筆も用意しておくべきだ。 私も同感です。そして消しゴムとシャープナーも忘れられません正しい新しいマーカーやパステルも探した方がいいかもしれませんそれは計画のように聞こえます特別なオファーがあるかどうかも確認する必要がありますいい考えだ質の高い物資を手に入れながら。 いくらかお金を節約できます絶対にお得な情報を見つけるのはいつでも素晴らしいことですすべてが揃ったらクリエイティブなプロジェクトを開始できますもう楽しみです可能性は無限ですまさに。 様々なテクニックやスタイルを試すことができます。素晴らしい時間になりそうです。私たちが何を作るのか見るのが待ちきれません。私も、アートは自分自身を表現する素晴らしい方法です。これ以上は同意できませんでした。 それによって私たちは想像力を解き放つことができるまたリラックスしてくつろぐのにも素晴らしい方法です間違いなくアートには喜びと平和をもたらす方法がありますさていきましょう私たちの芸術的な冒険が待っています絶対に。 さあ、クリエイティビティの世界を楽しみましょう。何が見つかるか楽しみです。思い出に残る一日にしよう。レッスン7目標と伝統を探るアンナさん、こんにちは。日本への旅行を考えたことはありますか ユニークな伝統を体験するには絶好の選択肢です。こんにちは。ジョン、はい。日本は私の旅行バケットリストに載っています。私は彼らの豊かな文化や習慣を探求したいと思っています。それは素晴らしい。旅行以外に追求したい目標はありますか絶対に。 私の目標の一つは、新しい言語を学ぶことです。私はいつも様々な言語や文化に魅了されてきました。それは素晴らしい目標です。新しい言語を学ぶことは、全く新しい機械の世界を切り開きます。私も同感です。 さまざまな背景を持つ人々とのつながりを築くのに役立ち文化的理解を深めます間違いなく私のもう一つの目標は料理のスキルを向上させることですいろんな料理から美味しい料理を作れるようになりたいですそれは素晴らしい目標です料理は さまざまな味を探求し料理のレパートリーを広げるのに最適な方法ですありがとうございます常に目標を立て挑戦して成長していくことが大切だと思います絶対に人生をエキサイティングに保ち新しいスキルや視点を身につけるのに役立ちます伝統といえば ユニークな文化祭を祝ったことはありますかはい、旧正月のお祝いに参加する機会がありました。活気に満ちた楽しい経験でした。それは素晴らしいですね。世界中の様々な伝統やお祝いについて学ぶのが楽しいです。 人々が集まって遺産を尊重し、習慣を祝う様子を見るのは魅力的です。確かに、伝統は文化的アイデンティティを維持し、世代を超えて価値観を伝える上で重要な役割を果たします。絶対に、彼らは貴族意識をもたらし、私たちをルーツにつなげてくれます。 異なる文化の伝統を受け入れ、尊重することが重要だと思います。たとえそれが私たちの文化とは異なっていても。これ以上は同意できませんでした。多様性を理解し、理解することによってこそ、団結と調和を育むことができるのです。よく言った。これからも新しい目標を探求し、 私たちの世界を豊かで多様なものにしている伝統について学びましょう絶対に人生は成長と発見の素晴らしい旅ですそれを最大限に活かしましょうこの刺激的な会話をありがとう私はいつも私たちの議論を楽しんでいます レッスン8会議への出席アンナさん、こんにちは。最近、テクノロジートレンドに関する会議に出席しました。とても参考になりました。今後、もっとカンファレンスに参加する予定はありますか こんにちは、はい、カンファレンスに参加することは、最新情報を入手し、業界の専門家から学ぶのに最適な方法だと思います。参加する価値は間違いありません。絶対に。会議は貴重な洞察とネットワーキングの機会を提供します。いつもインスピレーションとモチベーションを感じながら戻ってきます。 それは素晴らしい。どのトピックや業界に特に興味がありますか人工知能と持続可能なエネルギーに関するカンファレンスを探求することに興味があります。それらは急速に進化している分野です。それは素晴らしい選択です。 AI と持続可能なエネルギーの両方が未来を形作っていますこれらの分野のカンファレンスに参加すれば常に最前線に立つことができます。間違いなく常に時代を先取りし最新の動向を把握することが重要ですカンファレンスへの参加以外に専門能力開発に関連する目標はありますか はい、プロジェクト管理とデータ分析のスキルを高めるためにいくつかのオンラインコースに登録する予定ですそれは素晴らしい継続的な学習は今日の雇用市場で競争力を維持するための鍵です絶対に私は自分の成長と発展に投資することを信じています これ以上は同意できませんでした。成長マインドセットを持ち、常に新しい知識やスキルを追求することが重要です。近い将来、参加を検討している特定の会議やイベントはありますかはい、起業家精神とイノベーションに関する会議に参加したいと思っています。 それは私自身のビジネス活動にとって貴重な洞察を与えてくれるでしょうワクワクしそうですね起業家会議に参加することは成功した起業家から学びインスピレーションを得る絶好の機会です確かに志を同じくする人々とつながり私の職業ネットワークを拡大するチャンスです。 人づくりはカンファレンスに参加することの大きなメリットであることは間違いありませんこれにより新しい機会やコラボレーションへの扉が開かれます絶対に業界の専門家との関係を築くことは貴重なパートナーシップやキャリアアップにつながります カンファレンスへの出席と専門能力開発の目標が達成されることを願っていますありがとうございますご支援に感謝しますまた、引き続き探求を続け、カンファレンスにも参加することをお勧めしますありがとうございます私の興味に合ったカンファレンスが今後開催されるので、ぜひ注目していきたいと思います これからも私たちの成長と学びを続けていきましょうレッスン9郷土料理を探るアンナさんこんにちは蝶の新しいレストランについて知りました素晴らしい料理が食べられるはずなんです聞いたことあるこんにちはジョンはい その場所についても素晴らしいことを聞いたことがあります。郷土料理を試すのが待ちきれません。パーフェクトだ。新しい料理を試すのはいつもワクワクします。地域の味を探るには絶好の方法です。絶対に。旅行するときはいつでも地元の食文化に浸るのが大好きです。 目的地のユニークな味と料理の伝統を体験する素晴らしい方法です。これ以上は同意できませんでした。食べ物には人と人をつなぎ、その場所についての物語を語る方法がある。間違いなく、それぞれの料理には地元の文化を反映した独自の歴史と影響があります。 食材や調理技術が地域によって異なるのは興味深いことです。絶対に味覚の旅のようなものです。あのレストランで出される特製料理を試すのが待ちきれません。私も、コクのある味わいと香ばしいスパイスで有名な料理があると聞きました。 おいしそう。私はいつも新しい味を試し味覚を広げたいと思っています。こっちも同じ、私たちの料理のコンフォートゾーンから一歩踏み出す絶好の機会です。まさに、新しい体験を取り入れ、一口一口味わうことがすべてです。 地元の料理を試すことはその場所の文化や伝統をよりよく理解するのにも役立つと思います絶対に食べ物は地域のアイデンティティと遺産にとって書くことのできない部分ですこの食事体験を皆さんと共有できることを楽しみにしています同様に楽しい料理の冒険になりますよ。 すぐにレストランに行って食欲をそそる料理を堪能する計画を立てましょう計画のように聞こえますあなたと一緒にこの美食の旅に出るのが待ちきれません忘れられない経験になるでしょうそれまでは期待して欲望を満たしましょう同意した。 料理の冒険へのカウントダウンを始めましょう。確かに、味覚を食欲をそそる準備をしましょう。またすぐにお会いしましょう。レッスン10健康的な習慣アンナさん、こんにちは。最近少し疲れています。自分のライフスタイルを少し変える必要があると思う。 こんにちは。健康管理は大事です。どんな変化を起こそうと考えていますか食生活を改善して、もっと水を飲もうと思います。水分補給はエネルギーレベルを高めるのに役立つと聞きました。それは素晴らしい計画です。 バランスの取れた食事をとり、十分な水を飲むと気分が大きく変わります。私も同感です。加工食品を減らして、もっと果物や野菜を食事に取り入れる必要がある。果物や野菜を追加すると重要な栄養素が得られ、一日中元気になります。 絶対にまた甘い飲み物の摂取量を減らして代わりに水かハーブティーを選びたいですそれは賢いやり方だ砂糖の入った飲み物はエネルギー消費につながる可能性がありますが水やハーブティーは砂糖を加えなくても水分を補給できます特に暑い夏の間は水分補給が重要です もっと水を飲むように意識的に努力しないといけない忘れがちですが水のボトルを持ち歩くと一日中水分補給を心がけることができますそれはいい考えだ仕事では水筒を机の上に置いて外出時には持っていくべきだ。 そうすれば水を簡単に手に入れることができ定期的に飲む可能性が高くなります絶対にこのような小さな変化は全体的な健康と幸福に大きな影響を与える可能性がありますこれ以上は同意でできませんでした。バランスのとれた充実した生活を送るためには体のケアが不可欠です。 食事と水分補給の改善に加えて、定期的な運動をルーチンに取り入れたいと思っています。それは素晴らしい目標です。運動はエネルギーを高めるだけでなく、心身の健康を促進します。ウォーキングなどの軽い運動から始めて、徐々に強度を上げていくことを考えています。 それは素晴らしいアプローチです。怪我を防ぎ、持続可能な運動習慣を築くには、ゆっくり始めて身体の声に耳を傾けることが重要です。これらの変更を行い、それが私のエネルギーレベルと全体的な健康にどのようにプラスの影響を与えるかを見ることができてワクワクしています。きっと違いに気づくでしょう。 小さな一歩が大きな改善につながることを忘れないでください。ご支援ありがとうございます。より健康的な習慣と活気に満ちた生活への道のりを歩みましょう。レッスン11新しい文化を探るアンナさん、こんにちは。最近外国に旅行に行って、面白い経験をしました。 こんにちは、ジョン。新しい場所への旅行はかなりの冒険になりえます一番印象に残ったことは何ですかまあ間違いなく言葉の壁、地元の人とコミュニケーションを取るのが難しいこともありました言語は難しいこともありますが学び適応する機会でもありますどうやって管理したんですか 旅行前にいくつかの基本的なフレーズを学ぼうとしました。これは食べ物を注文したり道順を尋ねたりするなどの簡単なやりとりに役立ちましたそれは賢いアプローチです。それは現地の文化への敬意を示し人々が助けようとする意欲を高めます。絶対にそして口頭でコミュニケーションが取れなくても。 ジェスチャーやボディランゲージで意味を伝えることができることがわかりました。非言語コミュニケーションは確かに強力です。言葉を使わずにどれだけ表現できるかは驚くべきことです。私も同感です。人と人とのつながりや理解という普遍的な側面に気づかされました。 旅行中に驚いた文化の違いに遭遇したことはありますかはい私が慣れ親しんでいるものとはかなり異なる習慣がいくつかありました例えば家やお寺に入る前に靴を脱ぐとかそれらの文化的慣習は魅力的かもしれません。 新しい場所を訪れる際には現地の監修に気をつけ敬意を払うことが重要です絶対にそれはすべて学習体験とさまざまな生き方を受け入れることの一部です言葉の壁があっても地元の人たちとの思い出に残る交流はありましたかはい。 信じられないほどフレンドリーで親切な人に会いました。言葉の問題があっても、彼らは私のことを理解しようと努力してくれました。それを聞くのは素晴らしい。それは、人と人とのつながりが言葉の壁を越えることができるということを示しています。本当にそうです。他者との交流における共感と優しさの重要性を実感しました。 旅行は新しい場所を見るだけでなく異文化を体験し世界観を広げることでもありますまさにそれは私たちの視野を広げ私たちの世界の多様性と美しさを理解するのに役立ちますこんなに充実した旅ができてよかったです貴重な学習体験になりそうですね 間違いなくそうだった異文化への理解が深まり、探求を続けたいという気持ちを持って戻ってきました。それは素晴らしいです。これからもっともっと充実した旅行体験をしていきましょう。乾杯私たちが冒険を通して学び、成長し続けますように。 レッスン12家庭の問題こんにちはアンナシャワーの水は十分に熱くありません何が悪いのかわかるかいこんにちはジョン給湯器に問題があるのかもしれませんちゃんと機能しているか確認したはい。 給湯器の温度設定を調整してみましたが、違いがないようです。私たちは何をすべきかそれを聞いてすみません。給湯器の点検と修理は専門の配管工に依頼すべきだ。彼らは問題を正確に診断することができるでしょう。それは良い計画のように思えます。 私たちの地域で信頼できる配管工を探します。何かおすすめはありますか最近、給湯器を修理した友人がいます。配管工の連絡先を教えてもらうこともできます。信頼できる人からの推薦があると、いつでも役に立ちます。それは素晴らしいことです。お友達に聞いて、 できるだけ早く知らせてください。この問題を早急に解決する必要がある。わかりました。今日、友人に連絡して、配管工の詳細を連絡します。それまでの間、給湯器のトラブルシューティングで他にできることはありますかサーキットブレーカーがトリップしていないか確認してみることもできます。 簡単なリセットで問題を解決できる場合もあります配管工の情報を待っている間にやりますそれはいい考えだ配管工が到着する前に考えられるすべての原因を調べておく価値がありますサーキットブレーカーに問題が見つかった場合は電気技師にも連絡する必要があります 今後の問題を防ぐために徹底して関連する問題に対処する方が良いでしょうご協力いただきまたお友達にも連絡していただきありがとうございますレッスン13同伴者とのハイキングのメリットアンナさんこんにちは今週末ハイキングに行こうと思っていました一緒に来てくれませんか こんにちはジョン。それは素晴らしいアイディアのように思えますハイキングは仲間と一緒ならいつでももっと楽しくなるぜひ参加したいです素晴らしい自然を探索している間、誰かに話しかけるのはいつでもいいことですさらにペアやグループでハイキングする方が安全です間違いない。 特に慣れていないハイキングコースや人里離れたハイキングコースでは、コンパニオンがいると安全性がさらに高まります。お互いに気を配ることが大切です。絶対に、トレイルで何か問題に遭遇したときに、誰かが助けてくれると知って安心します。私たちはお互いに支え合うことができます。それは本当です。 またハイキングの経験を共有したり今後のハイキングのヒントやおすすめを交換したりする絶好の機会でもあります完全に同意します。お気に入りのハイキングスポットやギアについて話し合ったり思い出に残るハイキングの話をしたりすることもできます。 こうした経験を共有することで新しいトレイルを探索したり自然の中に隠された宝石を発見したりするきっかけになりますハイキングの冒険にワクワクとモチベーションを与えてくれます間違いないさらにハイキングパートナーがいるとモチベーションを維持し説明責任を果たすことができます私たちはお互いに自分の限界に挑戦し 新たな高みに到達するように励ますことができます。それは素晴らしい点です。時々、一人でハイキングしていると、もっと挑戦的なトレイルに挑戦するモチベーションが低下したり、ためらったりすることがあります。仲間がいると、さらに後押しすることができます。絶対にサポートしてくれるハイキングパートナーが自信を高め、途中で障害を克服するのを助けてくれるのは驚くべきことです。 そして一緒に楽しむことができる楽しさと笑いを忘れないようにしましょう友達とハイキングをすることで旅を楽しみ心に残る思い出を作ることができるすまったくその通りだ笑いを分かち合い自然の美しさを一緒に体験することでハイキングは本当に豊かで楽しいアクティビティになりますレッスン14「ライドシェアリングサービス」 アンナさん、こんにちは。ウーバーやリフトのような配車サービスを利用したことがありますかこんにちは、ジョン。はい、あります。ライドシェアリングサービスは便利で使いやすいです。近年、かなり人気が高まっています。それは面白い。これらのサービスを利用した感想はいかがでしたかドライバーは信頼できましたか 全体的に私の経験はポジティブでした。ドライバーは大抵時間厳守でプロフェッショナルでした。乗っている間は安全だと感じました。それは知っておくと良いことです。これらのアプリを使って配車をリクエストするにはどうすればいいですか簡単ですかとても簡単です。 アプリをダウンロードし、アカウントを作成し、乗車場所と降車場所を入力するだけです。その後、アプリはあなたを近くのドライバーと称号します。便利そうですね。ドライバーが到着するのを待つ間、ドライバーの位置を追跡できますかはい、その通りです。 アプリではリアルタイムの追跡が可能なため、ドライバーの位置を地図上で確認し、ドライバーが乗車地点にいつ近づいているかを知ることができます。それは役に立ちます。そして、支払いプロセスについてはどうですかアプリからも行われますかはい、そうです。 乗車が完了すると、登録されている支払い方法にアプリが自動的に請求されます。キャッシュレスで手間がかかりません。これは、特に手元に現金がない場合に便利です。運賃は従来のタクシーと比べるとリーズナブルですか私の経験では、運賃は競争力がありました。 ピーク時には価格が少し上がることもありますが通常は透明で前もって表示されますそれは知っておくと良いことですライドシェアリングサービスは特に利便性と使いやすさの点で従来のタクシーに代わる素晴らしい選択肢だと思います絶対に 市内を旅行する場合でも空港に移動する場合でも柔軟で信頼性の高い交通手段を提供しますなぜそんなに人気があるのかがわかります必要な時にいつでも指先で乗れるのは便利です間違いなく。 ライドシェアリングサービスは私たちの通勤方法を変え誰もが交通手段を利用しやすくしました次回乗る必要があるときに試してみるかもしれませんあなたの経験と洞察を共有してくれてありがとうどういたしましてきっと便利だと思うよ。 ご不明な点がある場合や、始めるにあたってサポートが必要な場合は、遠慮なく質問してください。それはありがたいです。何かガイダンスが必要な場合は必ず連絡します。改めて、ありがとうございます。レッスン15リラクゼーションの利点と個人的な興味アンナさん、こんにちは。 リラックスして個人的な興味を追求するために時間をかけることが多いことに気づきましたそれはあなたにどのようなメリットをもたらしますかこんにちはジョン時間をかけてリラックスしたり個人的な興味を持ったりすることは私の健康にとって不可欠ですそれは私が元気を取り戻し人生のバランスを見つけるのに役立ちます,ますリラックスするにはどうすればいいですか また個人的な関心事は何ですか読書音楽鑑賞ヨガの練習などのアクティビティを楽しんでいますこれらのアクティビティは私をリラックスさせ心をすっきりさせるのに役立ちますそれは素晴らしいですねリラクゼーションは集中力や生産性の面でどのように役立ちますか 時間をかけてリラックスすると、集中力が向上し、生産性が向上することがわかります。そうすることで、活力を取り戻し、新鮮な視点でタスクに取り組むことができます。それは印象的です。つまり、自分自身に時間を投資することで、実際にタスクをより効果的に遂行する能力を高めることができるのです。絶対に。 セルフケアと個人的な関心事を優先することで、仕事や人間関係など、人生の様々な分野で最高の自分をもたらすことができます。それがどのようにプラスの影響を与えるかがわかります。仕事と私生活のバランスをとることが重要です。間違いなく そのバランスを見つけ、私たちに喜びと充実感をもたらすことに時間を割くことがすべてです。わかりました。自分や個人的な興味のために時間を見つけるのに苦労している人に、どんなアドバイスをしますか私のアドバイスは、小さなことから始めて、意図的に考えることです。 楽しいアクティビティに毎日数分を費やすだけでも大きな違いが生まれますそれは素晴らしいヒントです小さなステップは時間の経過とともに大きな変化につながる可能性があります大切なのは習慣をつけセルフケアを優先することですまさに。 自分の面倒を見ることは利己的ではなく、私たちの全体的な健康にとって必要であることを覚えておくことが重要です。完全に同意します。私たちはしばしば自分のニーズを無視しますが、自分自身に投資することで、人生の課題に対処するための準備が整います。絶対にセルフケアは贅沢品ではなく、必需品です。 そうすることで私たちは生活のあらゆる面で完全に姿を表すことができます洞察を共有していただきありがとうございますこれは私たち全員にとって自分の幸福と個人的な利益を優先することを思い出させる貴重な機会ですどういたしましてこんな会話ができてよかった覚えておいてください 自分への投資を始めるのに遅すぎることはありません。時間をかけて、それがもたらすメリットを享受してください。それを心に留めておきます。インスピレーションをありがとう。素敵な一日を。レッスン16チームコラボレーションアンナさん、こんにちは。 私たちのチームのコラボレーションが最近どのように改善されたか気づきましたかこんにちは、ジョン。はい、あります。みんながより効果的かつ効率的に一緒に働いているのを見るのは素晴らしいことです。それは素晴らしいです。このコラボレーションの改善の要因は何だと思いますか 明確なコミュニケーションと目的意識の共有が重要な役割を果たしたと思います。私たちはみんな同じ考えを持ち、共通の目標に向かって取り組んでいます。それは理にかなっています。誰もが自分の役割と責任を明確に理解することが重要です。絶対に。 自分が何をすべきかそしてそれが全体像にどのように貢献するのかを全員が理解していればコラボレーションはよりスムーズになります。私も同感です。またコラボレーションやアイデアの共有を促すオープンでインクルーシブな環境を持つことも重要です。間違いなく、 誰もが自分の考えやアイデアを気軽に表現できると創造性とコラボレーションが育まれますまた私たちのチームがお互いをよりサポートするようになったことにも気づきました私たちは喜んで支援し必要な時に支援を提供しますそれは本当です チームメンバー間に仲間意識とサポートの感覚があればコラボレーションは成功しますコラボレーションがチーム内のより良い問題解決と意思決定にいかにつながるかは印象的です絶対に。 スキルと専門知識を組み合わせることで革新的なソリューションを考案しより多くの情報に基づいた意思決定を行うことができますコラボレーションは私たちがお互いから学び個人としてもチームとしても成長するのに役立ちますそうだね。 チームメイトから新しい視点スキルアプローチを学び個人的にも職業的にも成長することができますチームメンバーの努力を認め感謝することが重要だと思います評価は士気を高めコラボレーションのモチベーションを高めますこれ以上は同意できませんでした。 個人やチーム全体の功績を認め、祝うことは、ポジティブなコラボレーション文化を強化します。私たちのチームがどのように団結し、コラボレーションにおいてこのような進歩を遂げたかを見るのは素晴らしいことです。その一員になれたことを誇りに思います。私も同じように感じます。 コラボレーションが改善されたことで、私たちの仕事はより楽しく、やりがいのあるものになりました。これは、共通の目標に向かって協力することで達成できることの証です。将来、私たちが何を成し遂げることができるのか、ワクワクしています。レッスン17旅行計画アンナさん、こんにちは。旅行を計画しています。 何か質問があれば、遠慮なく聞いてください。こんにちは、ジョン。ワクワクしますね。どこに行こうと思ってるのいくつか選択肢を考えているが、まだ決めていない。提案は受け付けています。どんな体験を求めているか考えたことはありますか ビーチでの休暇や新しい街の探索など私は新しい街を探検することに傾いています。私は異文化に浸り、現地の雰囲気を体験することを楽しんでいます。それは素晴らしい選択です。目的地が決まったら、飛行機と電車のどちらで旅行するのが好きですか 私は大抵飛ぶのが好きです。その方が早く、目的地での時間を最大限に活用できます。それは理にかなっています。あなたの選んだ目的地で空いている直行便があるかどうか確認しましょうか。それは役に立つでしょう。通常、直行便の方が便利で時間の節約になります。 確認したところ目的地への直行便を運行している航空会社がいくつかあります。あなたのために予約してほしいですかそれは素晴らしいでしょう。どうか私に一番都合の良いフライトを予約してください。わかった。それは私がやるよ。 ホテルの予約や目的地の交通手段について何かサポートが必要ですかはい、お願いします。中心部に位置し、レビューの良いホテルを見つけるのを手伝っていただければ幸いです。また、空港からの交通手段も必要になります。中期 あなたの条件に合うホテルを探して、空港送迎を手配します。他に何かお手伝いできることはありますか今のところ、これで全てが網羅されていると思います。ご協力いただきありがとうございます。感謝しています。